はい、どうもキグです。皆さん、片手剣のガード使ってらっしゃいますか？え、今時は回避性能ガン盛りして回避するのが主流だろう？ですって。だったら盾を捨てて双剣握っとり。今回はね、しばらくの間ほぼほぼ殴り攻撃にばっか使われてた盾をしっかりガードとして運用していこうかなと思います。まあ、装備構成こんな感じなんだけど、まあ、やりたいことも分かりますよね。普通に火力装備そこそこに盛りつつ、ガード性能レベル5、攻撃の威力を大きく軽減。1000円ガード時攻撃の威力を大きく軽減。こちらがガード性能レベル5に相当します。そしてこいつらは重複します。つまりガード性能レベル10が実装されたというわけでございますよ。そして攻めの手勢もレベル3まで持っちゃいます。でぶっちゃけいらないんだけど、まあ、ガード不可能のやつもまあパリをねできたらかっこいいなとロマン込めてガード強化1個はめました。まあ、やりたいことはズバリシンプルです。ガード切りからのパリーからのジャストラッシュを連発したるのです。はい、てことで早速実戦なんだけど、まあお相手はおそらく長いこと誰にも狩られてないであろうシャガルマガラくん。おまけにシャガルマガラはね、俺の記憶が間違ってなければガード性能レベル5で確かパリーできる攻撃がなかったような気がする。間違ってたらすまん。ただシャガルマガラはどの攻撃もこうのけぞり能力、まあ、攻撃の威力がめちゃくちゃ高いから、まあ、先鋭があることによってようやくパリーできますよっていう、まあ、先鋭のありがたみを感じれるモンスターだと思うから、まあ、チョイスしましたわって感じだね。で一応ガード切りについて説明しておくと、ガード切りはね、ガード中に A ボタンを押すとガード切りを出します。そのガード切りの序盤の方にガード判定ガードポイントがあって、そこでうまく攻撃相手の攻撃を受けると、シールドバッシュバックナックルだったかなっていう、まあ、縦殴りに派生してそっからジャストラッシュを打てますよっていう、まあ、カウンター技だね。で、普通にガードして後ずさりがね小中大あるんだよ。その中くらいの後ずさりの攻撃だったら、パリーを使って反撃が取れるから、まあおおよそね多分ほぼほぼ全てできるかな。多分あとね、あのためブレスみたいな大きく爆発するブレスは取れないけど、これガード切りからのうおこいせ危ねえブレスは確か取れなかった気がするから、ちょっと試してみてもいいけどね。まあ突進系はねガード切りパリーしても反撃が取れないからあんまり意味ないんだけど今の当たんないのか。シャガルマガラ君判定薄すぎない？でこのシールドバッシュした後は間に合うか。今のちょっとねどうせなら方向に対して昇竜撃打ちたかったけど、まあしょうがない。シールドバッシュした後は X ボタンで飛びかかって、やべえこれ捕獲だ捕獲っつか食いつきされた。飛びかかってジャストラッシュ、 A ボタンを押すとその場でジャストラッシュをできるから、まあ相手との距離によって使い分けたってくれやーって感じだね。でおおよそ1000円が発動すれば多分ほぼ全ての攻撃が、ほぼ全てっていうか多分全部あのカウンター取れるから、あ嘘、ブレスを除いて全て取れたはずだから、ブレスのボーンって爆発するのは取れなかったような気がするけど、どうだろうな。もしかしたら取れるかもしれんけど、まあ大体ブレスってガードする位置だとこいつに対して反撃が届かないからあんまりする意味がなかろうって感じだね。でシールドバンプがね、まあ単純に虫をあんまり使わないから回復速度がちょっと遅い、シールドバンプのとの回復速度がちょっと遅いっていうデメリットがあんま気にならないからシールドバンプの方を今回は持ってきてるって感じだね。で一応わざわざガード切りを使う必要あるのって話なんだけど、まあ、ぶっちゃけあんまりないんだけど、まあ、メリットをあえて作るっていうか、まあメリットを考えるとするのであれば、あのガード切りってガードと A ボタンを同時押しじゃなくてガードしながら A ボタンを押せばいいから、でおまけに痛い、今の角度的にダメだったね。ガード切りの攻撃出してる間もずっとガード判定は出てるから、まあ、ガード切りのタイミングミスっても絶対ガードで相手の攻撃を防げるんだよね。でまあ、ガード切りを使うってことは相手の自分のガード性能を持ってるから、まあ、おおよそ食らいませんよって。この青い光出しながらシャキンシャキンやってるじゃん、この間ずっとガード出してるから、こいつシャガルマグル君さ、モンスターじゃない、ハンターに攻撃当てるの下手なんだよな。なんか結構こいつ攻撃スカらせてくる。でこの特進は結構狙い目なのでしっかり当て戦ったけど、反撃後ろ向くっていうか昇竜がねしっかり全方向に出せるのがでかい。してこのガード切りなんだけど、
なんだっけな、回転切り以外は大抵即座に出せるから、まあ、結構コンボに組み込めるっちゃ組み込める。回転切りの後は結構ディレイ開けないと、ディレイ開けないと、ディレイかけないと、ガード切り出せないから注意だね。だからどうせなら水平切り切り返しぐらいで止めといて、ガード切り狙うみたいな立ち回りしとくと、そこそこ普通の火力を狙いながら、まあパリーも狙えるかなって気はする。でこの1000円つけてるから、ジャストラッシュ相手に届かねえわーってなっても、あ、今のブレスであののけぞりか、全然ブレスもほとんどいけるかもしれん。その1000円で回生のもうレベル5相当に上がってるから、ジャストラッシュやべえこれ相手に届かねえわ、当たんねえわって時もその場で回避して相手の攻撃避けやすくなってますよと。まあアフターケアもバッチリの安全性とロマンを兼ね備えた、なかなかいい装備でござんすよこれ。で今回は属性武器使ってるけど、まあジャストラッシュって一応属性武器だと火力最高コンボじゃないんだけど、まあ単純にね、あの属性補正 1.2 倍のあれもあるし、縦攻撃もまあまあ頭に当てられるから、火力をそこそこ、まあ、中の上、上の下ぐらい出しつつスタンも貯められるっていういいやつだね。なんだろう、状態起こしからのブレス、あれね結構目の前にいたらね昇竜で判定拾えがちなんだけど、ちょっとさっきのはミスっちゃったので、いでいでい。でこれ駆け上がりか最後 A ボタンでつむじ狩りかに変換できるんだけど、まあちょっと危なさそうだなって思ったら回避して逃げるなり、A ボタンでつむじ狩りするなりで最後までいけそうだなって思ったら、この XA の飛びかかりからもガード切り出せるから、結構距離詰めてガード切りからのパーリーみたいなのできるからね、おいしいよ。まあ、普通に割と結構いろんな場面で突き刺しからのフォー、そう突き刺した後に危ないなフォールバッシュか、危なくないな、よいしょい、お、なんだこれダウン、お、スタン取ってる、いいね今のバンプ、ちょっとかっこよくない？あの話が途切れたね。そうこの突き刺しからの相手に隙があるなって思ったら、この A ボタンでシールドバッシュでフォールバッシュかで、ちょっと隙がねえなと思ったら XA 同時押しの落下咲きをすれば、まあ隙少なめで安全に火力稼げるから、まあつむじ狩りかどうかで判断ミスっても、その後のもう一回フォールバッシュか落下好きかで、こう自分の後隙の大きい小さい DPS 求めるそうでないを選べるから、まあそこそこね、なんて言うんだろう、選択の自由があるというか戦術に幅がある戦い方だと思われるよ。してこの戦い方ね、虫を消費しないから、まあ、シールドバンプによる距離詰めとか、あとかけり虫受け身に虫をねこう集中できるから、そこら辺もね割と安全かな。でこれティガレックス君、総流大技してどっかやるのが多分一番時間を無駄にしない気がする。あのね、他のエリアにこいつ連れてってもしゃがるまから絶対ついてくるんだよね。だからちゃちゃっと大技打ってティガレックス君に退場していただきたかったのに、お前が決めるのは違うだろう。ねえ、これパリーのロマン動画なんだけど。